応答がない以上、覚悟はしていたけど。この破損箇所、交戦したみたいですね。原生生物の爪痕じゃないですよ。隊員たちも見当たらない。自分の足でどこかへ逃げたか、出なければ連れ去られたか。そうね、辺りを探索してみましょう。隊員たちが見つかるかもしれない。ちょっと待ってください、エルマさん。あの方角から地球規格の IFF 発信が。パスファインダーの反応です。あそこは明らかに人工物ですよね。この作り、まるで要塞のようね。これ見てください。私たちのとは異なる生体反応が。内部で未確認の生命体が活動しているようです。エルマさん、この動き方。そうね、秩序だった集団行動をとっている。明らかに知的生命体だわ。これがこの惑星の先住生物なのか、私たちのような外来生物なのかはわからないけれど。地球を戦いに巻き込んだ種族なんでしょうか。宇宙には地球人類の想像を超える世界が広がっている。どんな可能性もまだ捨てきれないわね。 NLA に救援要請しますか。傍受される可能性もある。ここは通信封鎖したまま隊員たちを救出する。貴様ら何している。え、迂闊だった。前方に集中しすぎた。地球人だと、なぜここにいる。地球人を知っているということは、やはりここに。どうしたんですか。それでいいわ。リン、あなたも構えを取って。どうやら言葉は通じるみたい。それって交渉の余地が残されているということよ。なるほど。交渉したい。捕虜がいるなら解放してほしい。解放に条件があるのならそれも聞く。いないのなら私たちは立ち去るわ。地球人、皆殺しだ。そう命じられている。そうだ、一匹も逃がさない。好戦的な種族のようですね。それに皆殺しって。そうね、でも命じられていると言っていた。この中に指揮官がいるのならまだ交渉できるかもしれない。
リン、ネルソンたちの居場所の特定はできそう？はい。あの建物から IFF 信号が発信されているようです。時間を無駄にはできない。行きましょう。地球人は皆殺し。まさにその通りにしたというわけね。そうだ、運がなかったな。そんな。お前たちはこの星へ来るべきではなかった。流暢な言葉ね。他のものとは違うのかしら。俺はグレンナー。お前たちの言葉で言うなら隊長といったところか。なるほどね。ここがあなたたちの星だとしたら、無断で降り立った非礼を謝罪する。でも私たちの船は未知の敵に襲われ不時着したの。同じ宇宙に生きる者として理解と寛容を求めたい。寛容、そんな言葉は知らん。お前たちはただ撃ち殺されていくだけだ。エルマさん、どうやら弱肉強食の論理こそが有効というわけね。いいわ、地球人を知っているということ、私たちとの因縁は始まったばかりということではなさそう。なんであんなに私たち地球人を憎んでたんでしょう。わからないわ。ただ適正異星人の出現は今の私たちにとって脅威よ。一刻も早くこの情報を
NLA に持ち帰りましょう。そうですね。せっかく安住できそうな星だと思ってたのに。待ってほしいんですもん。行かないでほしいんですもん。ここから出してほしいんですもん。まだ異星人が。どうしましょうか。注意してリン、あなたの考えを聞かせて。どうやらこの星の食材は動くようね。そうですね。っていうか喋ってますね。やっぱり地球の食材とは一味違いますね。料理付きの腕が鳴ります。食材じゃないですもん。腕鳴らさないでほしいですもん。いや、あいつらは食べるつもりだったけど、タツは決して食べ物じゃないですもん。バイアス人のやつら、このミラに来てからノポンをいっぱいいじめたですもん。タツもいっぱいいじめられたですもん。このままだとノポンは滅んでしまいますもん。絶滅危惧種ですもん。皆さんはノポン人であるこのタツを保護する義務があるですもん。食材のくせに随分と上から目線ね。ちょっと待って、あなたを捕まえていたあの種族、バイアス人だったかしら。そうですも。このミラに来てからと言ってたわね。彼らはミラの先住者ではないということ。そうですも。詳しく教えてほしかったらタツを助けるんですも。情報安く売ってやるんですも。エルマさん、食べちゃいましょうか。嘘ですも、いらないですも。やっぱりただで教えるから助けてくださいですも。おおむね理解できたわ。つまりあなたたちのポン人はこのミラにずっと住んでいた種族で、最近現れたバイアス人に脅かされているというわけね。そうなんですもん。バイアス人には仲間がたくさんいて悪さばっかりしてるですもん。仲間って他の異星人もいるってこと？そうなんですもん。そいつらみんなで寄ってたがってタツの仲間のノポにひどいことしたですもん。悔しいからタツもあいつらを食べてやりたいですもん。君、タツを慰めてくれるですもん。いいやつですもん。タツ気に入ったですもん。君たちの村について行ってあげるですもん。だそうですけど、どうしますか。彼一人くらいで NLA に害はなせないでしょうし、情報も欲しいところね。いいわ、バンダムへ今回の件を報告しなければならないし、貿易キットで問題なければ NLA に連れて行きましょう。早速検査してみますね。問題なしです。一緒に行けるんですもん。やったですもん。君たち良い異星人ですもん。そうだ、お礼にいいものを特別に肌で皆さんに貸してあげるですもん。お礼なのにくれないの。何恐ろしいこと言ってるですもん。あげるだなんてそんなお金にもならないこと、交易商人のノポンの誇りが許さないですもん。ノポンは誇り高き種族なんですもん。誇り高きって要するにただ主戦場なだけでしょ。聞いてないし。皆さんひょっとして道に迷いまくりなんじゃないですもん。
張りだったですも。皆さんはラッキーですも。ナビゲーションボール。この光のボールはノポン秘伝の超便利アイテムですも。道に迷った時はこのボールの後をついていけば楽勝ですも。しょうがないから皆さんに貸してやるですも。感謝するですも。ナビゲーションボールとはまた身も蓋もないド直球なネーミングね。何言ってるですも。ウォラーレ・ウェネフィカとかなんだか意味のわからない人をこじらせた名前よりずっとわかりやすくていいんですも。怪しいな。本当にこれ役に立つんでしょうね。使った途端にドッカーンとか嫌なんだからね。ドッカーンで思い出したですも。貴重なナビゲーションボール壊したら弁償してもらうですも。やっぱり主戦場